はい、大林研究室ではスーパーコンピューターを使った飛行機周りの流れのシミュレーションや飛行機の設計に関する研究、また風洞実験などを使った実験的な研究を使って将来の航空機に役立つ技術の研究をしています。研究テーマは大きく分けて2つあります。1つは数値計算で、もう1つは実験です。数値計算では新しい航空機の、目玉の技術の1つとして走流化を目指した大規模計算を行っています。その他、航空機の安全性を高めるために、乱気流の予測を目的としたデータ同化に関する研究や空港の気流予測などの研究を行っています。実験では磁力支持天秤装置を使ってモデルを空中に浮かせて、空気を流す実験をしたりしています。はい、研究室の皆さんはそれぞれ思い思いの時間にやってきて研究をして帰ります。必要な人は適宜相談にします。自由な雰囲気ですが、それぞれ熱い思いを持って取り組んでいるようです。国際学会での発表や学術誌への論文投稿、博士課程進学や海外留学を積極的に応援しています。大林研究室では自分の好きな研究ができます。自分で先生に提案したテーマで研究をしている人もいれば、企業から共同研究の依頼がたくさん来ているので、その中から自分の好きなテーマを選んで研究することもできます。みんな自分で課題を設定して研究に取り組んでいるので、実施性を鍛えることもできます。研究がうまくいかないときは先生が親身に相談に乗ってくれます。ボーイングが主催するビジネスコンテストや海外機関への留学に行くチャンスもあるので、大林研は自分を成長させてくれる研究室です。自分は他大学から来たんですけど、この研究室では、ミソラだったりとか、あとはスペースジェットなどの、最先端の、飛行機の設計の研究を、しているということを聞いて、すごい興味を惹かれてこの研究室に入ろうと思いました。で、実際入ってみると、いろんなチャンスを、もらいまして、例えば、僕のやってる、ジェットエンジンの騒音の研究では、フランスの、ジェットエンジンに関する、最先端の研究をしている、研究者と共同研究を、したりとか、また実際、フランスに行って、発表したりなど、さまざまな、機会を、もらうことができました。なので、入って本当に良かったと思ってます。